はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日もですね、ちょっとすごいね、コンパクトな、充電器がですね、登場しました。今回レビューしていくのはこちらです。こちらがですね、手のひらサイズで 65W の高出力ということで、まあ、出力は 65W なんですけども、小型の急速充電器となっております。はい。65W の充電器ってやっぱり結構需要が多くてですね、100W 級とかそれ以上の充電器っていうのもやっぱりハイパワーですごくありがたいんですけども、まあ、普段使ってるね、スマホとかタブレットとかパソコンとかにですね、そこまで 100W 級のパワーが必要ないよっていう時は、まあ、結構この 65W っていうのがちょうど良かったりするんですよね。で、この 65W ってすごい人気の出力になってくるんですけども、そのサイズ感が今回かなり小さくなっているということで、ちょっと今回こちらですね、開封して、実際に中身の方チェックしてみたいと思います。こちらがユーグリーンの新型の充電器となっております。今年2022年の1月の25日からですね、 Amazon の方で、販売が開始されているということですね。では早速開封して中身の方チェックしていきたいと思います。いってみましょう。はい、では開けていきましょう。このね、箱を開けるときにですね、実際にこの中のね、サイズがどのぐらいなのかって見るのがすごい楽しみなんですよね。ではオープンしていきます。どんだけ小さいのか。よいしょ。おー、これはね、確かに小さいですね。これで65か。そうか。よいしょ。お、なるほど。これちょっとかなりね、期待できそう。オープン。うーわ、これですよ。このサイズ感で、これ 65W ですからね。はい。横見ると、はい、こんな感じで、まあ、ちょっと横には長いですが、これまで、使ってきた、見たことがある、急速充電器の中では、65W 級の中では一番小さいですね。はい。すごいわ。で、まあ、65W っていう風に大きく数字で書かれているので、まあ、この出力がね、パッと見ですぐわかるっていうのもわかりやすいです。このアダプターのところは、まあ、こんな感じでね、まあ、取り出して使うことができるようになっています。で、この、なんというかですね、縦幅もそんなに大きくないので、まあ、電源をこの挿すところがですね、結構狭いところでもブスッとこれいけそうなサイズ感ですよね。そういったところもメリットだと思います。まあ、これがこの縦にね、厚みとかがあると、やっぱり差し込み口のところにもですね、それなりの大きさがないと、ポロってね、落ちちゃったりとかね、刺さりにくかったりとか、二つの充電口が埋まっちゃったりとかね、そういうことも結構あるんですけど、これだと、まあ、一個の充電口でいけそうです。ね、ちょうどいいね、例がありましたね。まあ、こんな感じでですね、AC コンセントの位置が結構近いデバイスとかに接続するときに、こうですよね。はい。こんな感じで接続すると、まあ、他のとこに干渉せずにですね、この充電口を増やすことができるっていうことで、やっぱりこのコンパクトさってのはね、かなりメリットになると思います。まあ、実際このセットで使うと、まあ、かなり幅広くですね、まあ、充電に使えるので、これ強いですよね。あと、ユーグリーンの充電器は、この質感がすごいね、いいですよね。これマットな質感になっていて、非常にかっこよくて、これ高級感もあるんですよ。じゃあ、詳しく見ていきましょう。接続できる端子が3つあります。USB-C が2つと、USB-A が1つついております。組み合わせね、3つなので、そんなに難しいことはなくてですね、一応こんな感じで組み合わせ表とかもあるんですけども、65W いけるのは、この USB-C の1番、2番、それぞれ、単ポート、1つで使った場合が 65W で出力ができます。で、USB-A のところですね。こちらが 22.5W の出力ができますので、こっちの USB-A もそこそこの出力があります。これ単ポートで使った場合。USB-C を2つ同時に使った場合は、20W と 45W で分かれます。で、その区別は特になく、自動的に最適な配分で使われますので、どっちに、どっちのデバイスを接続しないといけないとか、そういうね、決まりみたいなところはないです。まあ、よりこの高出力が必要な方に 45W が行って、まあ、必要ない方に 20W が行くという、そういう仕組みですね。例えば、MacBook とスマホがね、あって、その2つを同時に充電している場合は、MacBook につないだ方が 45W になって、スマホにつないだ方が 20W になるっていう、そういう仕組みですね。USB-C の1と、Type A、こちらを使った場合が、45W と 18W になります。で、この時だけ注意点で、USB-C の2番、真ん中と USB Type A、これを使った場合は、
8.5W、8.5W になるので、この下の2つを同時に使う場合は結構出力が低くなります。はい、で3つ全部使った場合が一番上が 45W で、下の2つ合わせて 17W ということになります。だからまあそう考えると一番上がとりあえず一番強いっていうのは確定で、2つ同時に使った場合はまあそれぞれ最適な方に、まあ電力のバランスがいきますよっていう、そういう仕組みですね。で一応今回のこちらの競合になりそうな、製品はこちらですよね。これまあ超人気の CIO の充電器があるんですけども、これがですね、まあちょうど同じようなあのサイズ感とパワーになってますね。ちょうど 65W っていうところなんですけども、上から見てみるとこんな感じ。うん、本当に若干数ミリっていう感じですけども、ちょっと小さいですね。で横に見てみるとこんな感じです。まあかなり近いところのサイズ感になってると思います。はい、じゃあ実際にね使ってみようと思います。接続してます。はい、こんな感じで繋いで、じゃあちょっとまずはですね USB-C の1番に接続します。ちょっと電力も測りながらいきますね。今日は Xiaomi の 11T Pro ですね。こちらが今、残り 28% って結構少なくなってますので、ちょっとこちらを10分充電してみます。はい、こちら 28% からスタートして今10分測ってますので、10分後に何%までいってるのかチェックしてみましょう。はい、終了です。で、こちらですね。10分経って 81% まで来てます。ということで、50% 以上ですね、Xiaomi の 11T Pro 充電できました。はい。で、まあ、充電できるこのスピードに関しては、このスマホが、まあ、どれだけのこの急速充電に対応しているのかっていうところにもよると思いますが、まあ、今回使ったこの Xiaomi の 11T Pro に関しては 28% から 82% なので、かなりいったね、54% ですね。10分で充電できました。半端ないです。まあ、これが単ポートで使った場合ですね。当然ながらこれだけのスピードで充電をしていると本体の方はちょっと熱くはなっております。はい、はい、ということで今日はですねこちらですね、ユーグリーンの 65W の窒化ガリウム対応の急速充電器、まあ、超コンパクトな手のひらサイズの、充電器ということで、使ってみました。まあ、ちょっと軽くね使ってみましたけども、まあ、急速充電も問題なくできるし、まあ、複数のデバイスの同時充電とか問題なくできております。はい、で今回のこちらの充電器なんですけども、価格が結構安いんですよね。Amazon の方で販売されてますが、まあ、通常価格が4088円で出てます。で 10% オフのクーポンがね Amazon の方で出てますので、それを入れると3000円台で購入できるというぐらいの価格帯になってます。まあ、65W でコンパクトな、急速充電器探しているって方はねぜひ参考にしてみてください。ということで今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。